ジャック・ドゥ・ボシェは退職したスイス人生物物理学者である。ドイツ連邦共和国ハイデルベルクの欧州分子生物学研究所の元研究員である。色字障害を持つ。2017年、溶液中で生体分子を高分解の構造測定するための低温電子顕微鏡法の開発が認められ、ヨアヒム・フランク、リチャード・ヘンダーソンと共にノーベル化学賞を受賞した。 1962年にザイコールポリテクニークであるユニベルシテでローザンルで物理学を学び始め、1967年に物理工学で学位を取得した。1969年にジュネーブ大学で分子生物学の修了証明書を取得し、DNA の電子顕微鏡を研究し始めた。1973年、ジュネーブ大学とバーゼル大学で、 生物物理学の論文を完了させた。1978年から1987年まで西ドイツのハイデルベルクにある欧州分子生物学研究所でグループリーダーを務めた。1987年から2007年にかけてローザンヌ大学の教授を務めた。2007年65歳で退職しローザンヌ大学で名誉教授となった。仕事の中で 低温電子顕微鏡法、低温電子断層撮影、気象室凍結切片クライオ電子顕微鏡観察の技術を開発した。スイス社会民主党のメンバーであり、モルジュ地方議会のメンバーとして、関西委員を務めている。ありがとうございます。